はい、皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。 「SnowManIdoMe」I Do Me というアルバムを購入やっとこささせていただきましてこれは初回版 B のブルーレイバージョンですけれどもこの特典映像ブルーレイに入ってますユニット曲のミュージックビデオを見させていただきながら、えー、私が思うままにお話をしていく動画今日はですね2曲, 2, トラック2曲目で「トラック目ベース n ン。 読み方合ってますこれベース本先にね取る前に調べなさいよと言われたらそれまでなんですけどちょっと気になるからこれで検索かけましょうコピーしてこれもう今の時代ほんと便利ですよねこれこうやってコピペして読みってやると多分出てくると思うんですよ、えー、出てこない。 出てこないですね。ちょっと待ってください。I do me のやつが欲しいんですよね。読み方が。don I do me も入れてみましょう。えー、っと、出てこない。出てこなかったです。はい、皆さん。ベースボンにしましょう。こうなったら。ね。えー、今、歌詞もちょっと検索してみよう。えー、っと、このサイトで行くと、 あ、ベースボーンと合ってる。読み書いたったひらがなでベースボーンって書いてます <laughs>。はい、ようやくわかりました。ベースボーンで、これはユニット曲ですけども、ラウール君と佐久間君のユニット曲。え、私はいつもね、初見で。 あの解説をさせてていいただいてるので全くどんなジャンルかも分からないまんま言えなかった分からないまんま今から見させていただこうと思うんですけどいや私ね佐久間くんの歌声の響きは本当にすごく好きなのででラウールくんのね前回何の曲の時だっけなあの歌い回しが非常にねやっぱり英語を喋られるのもあってこの発音の仕方言葉の出し方がすごくかっこいいなっていうのの、えー、印象があるんですけどこのお二人のユニットベースボーン さあ、どんな楽曲なのか、えー、前回の2が終わったところでね、ブルーレイプレイヤーが止まってますので、私のパソコンの中の、この続きからいってみましょう。3分28秒のところからいきます。再生、ボンベースボンあれ渡辺翔太君が合言葉って言ってるよ。目黒蓮君、いい響きの声で合言葉って言ってる。って言ったものの、曲はベースボンでしょ、これ。続いてるもんね。 真っ白いとこからラウールくんが真っ白い液体から出てきたよ顔そして佐久間くんも出てきてうわ片っぽの目だけピンクになってる2人とも、De o. ノイズの音が入っててすごい首が動いてててかたってかすってかっこかっこいいラウールくん顔キレがすごいね ベースボンバニュークレーションメゾメスタ瞬間ンくラウルくんい、シュャージャイソシュエルシェルフィーサクマく、うんガンアイヴァヌヌヌソエビニアンヌソケラレウェアウンサラウル君なんかいっぱいみ緑をまとっちゃいました服をあそしてサクマくんほん花をまとっちゃいましたよ草に溺れるラウルくんそして花に溺れるサクマくん

ベース、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 ベーベース、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 わース、ベ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 ーーンベース、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 ベーなベース、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 ベー ベペペペース、ペース、ペースボー,ーン、サグマ君。ピンクと黄色いやつがもうバーンと。ペンキ絵の具。ペンキー、ペースポーンああ、おいしそうなクッキーとダイスサイコロと。ペペペペース、ペースボーン。ペペペペース、ペースボーン。ペペペペースボーン。ペペペペースボーン。ペペペペペースボーン。ペペ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 ペ

ベース本今見させていただきましたけど何この曲あのまあ私はボイストレーナーというお仕事をしてますのでまあ歌声をね聞いてまあこの声の出方がいいなとかねこの歌い回しが上手だなとかっていうことをまあお話ししてることが多いんですけど今のベースボンに関しては歌声自体にもこうねエフェクトというか加工がされていて。 でしかもこうね多分ね実際にこう後ろ側の伴奏というかねカラオケの音もそうですけど歌ってる声自体も「タタタタタ」って結構こう歌ってるやつをこう短く切ってリズムに合わせてのっけてみたいな分けてのっけてみたいな感じで結構こう音で遊んでる部分あると思うので歌声がねどうとかっていうのをねなかなか言うのの難しいというかできない曲ですよね。 に出会いました私、はい、ただあの私がもうね1リスナーとしてというか、えー、今回このアルバムを購入して、まあ、SnowMan のアルバムを買ったのはもちろん人生初めてなんですけどこのユニット曲がねだから9人いますか1234561234曲で2223で分かれてるってことか。 そうですね、4曲ユニット曲があるわけですけどだからそれぞれこ今回の組まれているメンバーのまあ特徴を生か,せ生かしたうん、まあ、曲というんですかねその曲の雰囲気としては今ラウール君と佐久間君のこの曲の世界観これやっぱりミュージックビデオ見て良かったなって今見ながら思ったんですけど音声だけだったら。 多分ねリズムとしてすごく聴いてて心地いいんですけどもう完全にこれ歌声解説できないわけですからねいろんないい声はもちろんお二人とも出てるんですけどそれをこうね曲に合わせて加工されてますからってなった場合にやっぱこの楽曲の世界観は映像で見るとね余計にこう分かりやすかったりしますからでとにかく私はこうダンスをやったことはございませんがラウール君佐久間君のリズム感というかグルーヴ感というか ももととその体の中にリズムが取れていたとしてもそれをああやってこうねダンスの動きとして出すってなるのはまたまたちょっと違う能力というかねあのよく生徒さんで来られて「私あの音が取れない音痴なんです」というふうに言われたりする方結構いるんですけどでもそれって私からすると自分の声が合ってないかもしれないっていうふうに思ってるということですから。 まあ誰かに言われたという可能性もありますけど、だから音感について気にできてるわけですよね。私も20年歌の先生やらせていただいて、まあ、一般的に言うと全然音の違うところをね、おっきな声でしっかりと歌われる音痴と言われる人がまあいるとするならば、20年レッスンいろいろさせていただいて2人ぐらいですから。でもその方たちも、まあ、私が担当した方たちはすぐ治りましたけどね。うん、歌う経験があんまりなかったのでどこが ね、CD の音と合ってるのかっていうのが分からなくてちょっと違うとこがなっちゃうっていうのがあるんですけどだからな何が言いたいかというとだからこのお二人はもともと持ってるリズム感これはもちろん感じられているでそれをしっかりとこう自分のパフォーマンスでダンスをしたりとかするときに体で表現するというところまで聞いて感じられるリズ,リズム感とそれからパフォーマンスするときに動くリズム感と2つ。 聴く方と出す方とね、まあ、感じる方とこう自分で出す方とリズム感でそこになんかこうね、えー、楽曲の面白さというかこうリズムの面白さのとこに2人のこう通りのいい子がパッパパパッパって乗ってますからもしこれね今まあ映像として見ましたけどイヤホンで聴いて電車の中とかにいたらもうなんか自然とやっぱ体がこう動きたくなっちゃうような。 不思議なリズム感というかグルーヴ感を持った楽曲でこのお二人のこのリズム感があるからこそかっこよさがより出てるんじゃないかなと勝手に推測ですけどだから私聞く前はねやっぱラウル君の言葉の発声の仕方であったりとか言い回しそれから佐久間君の声の通りがいいというふうに言って、えー、聞きましたけどこのベースボンを聴く限りはお二人の まあ、改めてという感じになりますけどやっぱりリズム感グルーブ感の良さというのが、まあ、こう映像として動いてるのを見た時にねいや真似できないこんなね私だともうちょっとね横から壁から覗いてるみたいになっちゃいますけどああいうのっていうのは、まあ、音程のね細かいとこだったり切り方とか伸ばす音の出し方とかもそうなんですけど歌の中では一瞬しか出てこないのを うまくできるために何十時間という練習をしてきて一瞬だけ表現するみたいなそういうのはね多分歌もダンスもそんな遠くないんじゃないかなと思いますなのでダンスを見ててあんなにおーってキレッキレだなってこっちが見ててスカッとするようなあの動きっていうのは相当もともとの生まれ持ったセンスもあると思いますけど相当練習をされた上でなおかつパフォーマンスとして成り立ってますから いや改めてやっぱグルーブ感リズム感すごいなということをまざまざと見せつけられた感じがしてちょっともう驚きで心地いいですでもねうんなんかこう押し付けてくる僕らすごいリズム感いいでしょうとかじゃなくてお二人ともがものすごくやっぱ楽しんでる感じも伝わってきますしいやこれはちょっとライブとかでねパフォーマンスしてくれるのも見たいなと思っちゃうぐらいの いや素晴らしい面白い楽曲だったと思います。はいということでねまた次のまだ2曲ユニット曲あります。何が飛び出てくるか全く分かりませんけれども。でこの後ろの何ですかこれ。ラブクラシックリップスイン p ビデオ c VIDEOFEEL THELIGHT ダンスビデオワンダフルかけるサプライズリップスインクビデオ,リ,ビデオ,リ,ッビデオリップスインクビデオって何ですかでトラック8。 今日芝居で I do me 生き残りポーカーーカスクール編なんだか詳しく全然わからないものがいっぱい来てます。もし皆さんコメントで教えていただいたら嬉しいなと思いますけど、ひとまず、えー、明日あさってで、えー、3曲目のユ,ユニット曲、ブルーム「ブルームブルームブルーム」かな。そして4トラック目は「ゴッチャ」かな。怪しいです。はい、けどしょうがない。 ね、そのま m まだほんと初心者中の初心者ですので皆さん優しい目で見ていただけば嬉しいなと思います。ということで今回は、えー、ラウル君と佐久間大介君のユニット曲「ベースボーンを初めて聴かせていただきながら思うままにお話をさせていただきました皆さん今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。